佐藤和夫動画チャンネルです。ローカル線第1号真岡線の開通100周年を記念して私鉄社このお守りを作ったので買ってきました。限定500個っていうふうなことであります。表はこういうふうな形になってまして、後ろには私鉄社というふうな形で入ってますね。そして上には真岡鉄道のマークも入ってます。そしてこのお守りの生地は、製法に使われている生地をそのまま使ったものだそうであります。そしてこのパッケージですね、こんなふうな感じでなってました。実は先日新聞にこのような形で4月1日に開業100周年の記念のこのお守りを限定500個発売しますよというようなことで新聞を掲載されていました。ちょっと1日と2日はちょっと私用事があって真岡行きに行けなかったんで、今日3日の日先ほど買ってきたんですが、馬場専務と話してきましたら、初日だけで170個、もう3日の段階でもう半分以上売れてしまったそうであります。本当に嬉しい悲鳴で、こんなすぐに本当に限定500個の半分以上、250個以上売れるとは思わなかったって言ってましたけども、本当に早いとこ行かないとなくなっちゃいますね。ちなみに定価は500円です。